読むからね。 One of the greatest dangers in your human relation is the self-centeredness. Certainly, there is nothing that will separate people more and nothing so easy to slip into. Even the most self-centered people are usually forgetful of his fault. Yes, it can be conquered very easily. All you have to do is to cultivate the ability to put yourself in others' fellow's place. で、ここ出てくる問題の self-centeredness、自己中心性と自己中。例えば、お母様、お母さん、どういう人を自己中と言いますか？周りのことを考えずに自我を通す人。自我を通すことはあることじゃないんだよ。自我と自我ってことは、まあ、英語で言うとエゴになるんだけどさ、自我を通すってことは、まあ、それちょっと言葉の使い方は違うんだね。いわゆる自分勝手でわがままを通す人ってことだね。それで、その自己中心性が肥大化した人のことを自己愛者って。で、自己愛者っていう人は、もういわゆる、まあ、人格障害の一つになっているほど問題があるということになります。そこで、審査君、1行ずつ読んで訳し、1行読んで訳してみる。1回 One of the greatest dangers in human relations is self-centeredness。 頭の中、centeredness、はい。まず分からないでも言ってみろ。最も大きな危険っていう。Great って偉大なって言うんじゃなくて、この場合は大きな危険っていうのは、いわゆる深刻な影響を与えるって言ったね。人生がね、できてくるとね、人間関係はね、ほとんど破壊されるんだよね。だから、そうかといってさ、和をもって尊しとなすという日本人的な生き方、いわゆる自分を召しすぎると、かえって今度はね、自分ではなくなってしまうと。それもつまらんでね。で、その次あなた。Certainly there is nothing that will separate people more and nothing so easy to slip into.Certainly. 読んで訳してみる。Certainly. Certainly. 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 There is nothing that will separate. Separate people more and nothing so easy to slip into. Slip into. まあ、本当は後に目的語があるんだけど、前に来てるからそれを省略してるわけだ。うん、Certainly は確かに。確かに。これ、アンドルまで一回切ったらいい。Certainly, there is nothing that will separate people more. 人々のを引き離す。何これ。引き離すだろう。なしない、これは何々するものはないということは、それ以上のものはないということを、いわゆる脅威というかさ、強く言うためにね、私は寿司ほど好きなものはないっていう時はもう一番寿司が好きだっていう意味なわけだ、うん、そうでしょ。それと同じような言い方で There is nothing that will separate people more and nothing so easy to slip into、うん、
人々をより引き離すものはない、ところのものはない、ところのものはない、うん、そして、うん、簡単に落ちる、何落ちる、そう、so、easy と、そんなにもたやすく、たやすく落ち込むものはないないってこと、誰でもね、どういうことなんだこれは、あなたよ、スリップイントって落ち込むことは、落ち込むってどういうことなの、で自分中心になっちゃう、周りを見えなくなっちゃうってことは、その魔力があるんだよね、ある自己中心性っていうのは、そのそういったそのもの、自己中心性になりやすいものはありませんよと、うん、自己中心性ほどね、人と人を分けるものはないし、自己中心性ほどまた陥れやすいものはありませんよと、誰しもその自己中心性というものに対して非常に陥れやすいから、言い換えますと、この人そこまで書いてないけども注意しなさいよと言ってるわけだ、まあ、だからその確かに自己中心的な人っていうのは嫌われますね、はい、そうですね、はい、次読んで訳してください。 Even the most self-centered people are usually forgetful of this fault、うん、最もあ、この even は共用語だから後で適つければいい、そのでさえ持ってみたけども、その場合に多いに場合においていろんな風に訳をつけるからさ、それを強調している強意語って言うんだけどな、強意語、接続しているも強意語だから、でさえもって風に訳すればいいから、まあ the most self-centered people でさえもと、うん、自己主中心的な人、最もってことだよね、最も自己中心的な人でさえも、うん、優柔、ん、よく何よく、うん、普通はと、普通はと、うん、この過ちを忘れやすい、うん、そうそうだね、自分の子、ギリシャのパルテネン神殿の前行くと汝自身を知れってスパルタの賢人のタールスっていう人が、キロンじゃなくてタールスだと思うけどがさ書いた言葉だけど、それはただ単なるさ、僕は思うにはぞ、汝自身を知れって、それはただ単なる、まあ僕はね、あれはね、そんな難しい意味で言ったんじゃなくてね、このパルテネン神殿に入る人はその静かに、それからそのまあみんなに迷惑にならないように入りなさいよって意味で書いただろうと思うんだけどさ、それを見てある日ソクラテスって哲学者がいましてね、その人がその汝自身を知れと、 Know yourself、 あんた自身を知れと、そういう、それを見ても電撃に打たれるようにショックを受けて哲学を発見するわけよ。無知の知って、無知の知ってことは私は何にも知らないんだということを知ること、それが無知の知ってわけだね。それに気がつくわけですよね、それで私は自分のことは何にも知らないんだと、それを初めて分かったと、無知のうちと、それを発見してソクラテスはその後偉大な今にね名を残す哲学者になったわけだけども、同じこと言ってんだよこれな。この自己中心性の人々っていうのは普通はこの欠点を忘れやすいもんだと、その自己中心的であるが故に忘れやすいのか、忘れやすいから自己中心的してあるのかということは、それはちょっと因果関係わかんないけども、ともかくもその自己中心的な人っていうのはこの欠点に気がつかないものであるということで話が続くわけだ。おでは次の訳してみて。 Yet it can 軽い be... これは Yet は軽いバーってね、 It can be conquered very easily、このイエットはどう訳すんだ、これもしっかり軽いなとかさ、まあんでもねとかで軽いバットだと思って、でもねまあそれはちょっと訳すんだけどさそれは、これは
とても簡単に征服、克服することができるだろう。克服させられるだろう。だろうとは書いてない。克服されさせられること。克服。克服。そういう時はもしね、これ英語はね、こう無生物主語でやる時が多いけど、日本語は無生物主語、もともと日本語には無生物主語ってなかったのよ。うん、ね、だからあなたはってやってみて、あなたはそれを簡単に克服することができる。できるんだよ。でも本当できると思う、自己中心の人。無理です。僕も無理だと思う。だから先ほど言いましたね、この読んだ時にね、これは無理じゃないかって言ったんだけどさ、しかしそれは簡単に克服することができると。はい、はい、その次で All you have to do, その次 All you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellows place. あなたが、この all あと that 関係ダメージ that の省略だぞ。you have to do あなたがすべきところをのと。まず主語を訳してみて。主語。All you have to do is All you have to do は、しなければならないこと。全ては。全ては。それでにとけてね、これいいか。All のね、あの場合、あの B 動詞の is になってるだろ。集合的に使うときはあのイズになるし、それぞれみんなを集めてあなたとあなたっていうふうに部分的な人を集めているときは all are なるから気をつけてよ。あの集合的にあの主語を使うときはイズになって is cultivate the ability to put yourself in the others fellows place。 これは能力を養う。どういう能力がいいぞ。で、トゥプティカが形容詞くになってるわけだ。不定詞ね。不定詞の形容詞両方ってやつ。相手の立場に立って。うん、おお、いい役だ。能力を養う。じゃあ、相手の立場になるという能力で。相手の立場になるという能力を養う。なる。ことです。ことです。これ僕もね、発見したことあるね。例えばね、あなたがさ、ここ見てみるよ。僕見るわけじゃん。ね、であなたは僕見るわけだ。これじゃあさ、簡単なのよ。今自分がだね、僕の目を通してどんな風に見えてるか想像してみろ。うん、いやいや、あなたがね、僕は今あなた見てるわけじゃない。で、あなたが僕の目を通して自分がどんな風に見えてるかちょっと想像してみろ。想像できるか。例えば、じゃああなたはこの僕を見るわな。僕はあなた見てる。それはこれは普通の人間関係だけど、あなたが僕の中に入るわけ一回で、自分がこのミスター林から見てね、どういうふうに見られてるか。あ、自分が他人からどう見えてるかってこと。そう、自分がどう見えてるかってことを想像できるかってこと。うん、無理だね。いや、できるよ。だってちょこんなの空想力の問題だもん。いいか、僕例えば杉さんの頭の中入るでしょ。うん、作りながらジジイだな。はい、ね、見える。お前やってみる。お前、俺なんか入ってみる。入ったよ。ほいで自分がどう見えるか、鏡に映すように見えるか。生意気なガキだな。まあ、その心までは無理だろうけどさ、うん、まず最初は鏡でいいんだよ。鏡でそうやって入って入る練習はしておいた方がいい。それはいろんな場合のよくね、あの議論してね、頭にカチンとくる時もあるんだよな。で、こっちは何か物言うとさ、何かこう突っかかってくるから、で、おのがよく知ってるなと思うんだけど、そういう時は相手の人間の立場になってみると、なんでそういうふうにこうね、
ということで、相手の立場で考える、これまさにそれを言ってるんですよ。これ相手の立場でものを考えるという、だからあの EQ 理論って言ってさ、人格の完成度っていうのであるんだけど、第一に挙げてるのが共鳴性なのな。共鳴性、共鳴性のある人は人格の完成度の高い人ってわけ。それパタパタするな、邪魔になるから、無駄なことするな。それで共鳴性があるってことは、例えばあなた悲しんでると、その時に自分もそのどれだけ一緒になって悲しめるかってことも、な、共鳴性のない人もいるから気をつけるよ。サイコパシーっていう人がいてね、もう例えばね、こういうサイコパシーっての恐ろしいんだよ。いいか、こういう例で挙げるのよ。サイコパシーっていうのはね、まあ、人格障害者の人だけどね、こう今ここでこのサイコパシーっていうのは殺人も平気でやるから、一人の人を殺しちゃうんだよ。殺しちゃうんだよね、ここで。ほんとそこへ車が来るんだよ、バーッと。で車の中から一人女の人が乗ってて、じろっとそっちの現場を見るわけ。さあ、もしもあなたがこの犯罪者だとしたら、熊になった女の人が来たとしたら、どういうふうに考える？やべえと思う、あなたは。見られた。見られた。だからその後どうする？逃げる。しまったと思うでしょ、うん、サイコパシーは違う、考え方が全然違う。それがね、犯罪心理学でもよく問題になるんだけどね、サイコパシーはそうじゃない。閉めた、見える車ができたぞと。それがサイコパシー の心の壊れた人の考え方。だからどういうことかというと、すごい車が来るでしょ、バッと。ほんと普通の、まあ、正常な判断能力か反応の精神状態の人だったら、しまった、殺人現場見られちゃった、どうしよう、ああと思うじゃない。ところがサイコパシーは違う。サイコパシーは、おいいところで車来てくれたな、そしてその後この運転手を殺して車を奪って逃げるわけ。これは犯罪心理学というものをやるときには、普通の正常の人間の私たちのね、心理学で我々心理状態を当てはめてものを考えようとしても、それはできない。だから犯罪心理学、あるいは犯罪者の心理というのは別枠で来るわけ、うん、全く普通の常識が通じない世界だから。だからまあそんなことはないと思うけども、いつかね、皆さんが例えば検事かなんかになって犯罪者と対峙する時もあるかもしれない。そういう時はもう普通の常識で、あんたね、普通ならねって言い方してもダメなの。そういう言い方をすると、この人間バカだからちょろいな、いくらでも騙せるぞ、そういうふうに考えちゃう。だから親切にしてやると、かえってそれを利用しちゃう。もう心が壊れてるから、いいな、まあ、そういうことで、それは共鳴性という問題で、共鳴性があるかないか、他人の悲しみや苦しみをね、いかに自分のものとして受け入れられるかどうかということによって、その人格の構成完成度も高めるんだけども、その時にもう一つ、2番目の条件が、いかに利他的であるかということが、ピーター・サロベイという人がね、ピーター・サロベイという人が言ってるには、人格の完成度の測る一つの尺度になってるということなんですね。じゃあ27番いきますよ。いいか、そこまで意味をつかんだら、その後訳をつけてくださいよ。これちょっと今度長文だからね、いい？Each stage of life is a preparation for the next, as well as a complete life in itself. Childhood and youth are too precious, to be sacrificed to the present convenience of adults or the later requirement of adult life. But if they are lived only for their own sake,Later life will become miserably poor and bitter regret will be in store. A balance between what is due to the present and what is due to the future is seldom easy and always of main importance. 読んでごらんか。 Please.Each stage じゃないの、音楽的に。Each stage of life、 そこで練習してみろ。
Each stage of life 読み得もないかお前それでいけよそれで Each stage of life はい Each stage of life そう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  It's preparation It's a preparation For the next For the next As well as A complete life in itself In itself Is itIn itself. itself. この前あのキングスピーチって言ってな、あの今のエリザベス女王のお父さんがさ第二次大戦中あのスピーチができなかったのね、あの人はあの上がり症かなんかでね、まあなんかのこう病気を持ってたんじゃないかと思うんだけどさ、それで一生懸命喋る練習するんだけどさ、最初こんな感じ、Each stage of life ってとつつさスピーチをしてる先生がね、Each stage of life is でマイクの前に誰もいないと思って隣つけてるように言えと言うっていうのことを指導してたと思うけどさ、あなたもそうなの、分かったか、もう諦めてやれ、分かったか、その Each stage of life Each stage of life やってみろ、 Each stage of life Is a preparation Is a preparation For the next For the next As well as As well as A complete life A complete life In itselfIn itself. Childhood. And youth. Are too precious. まあ、これ、precious. To be sacrificed. To the present. Convenience. あなたコンビニの癖のことあれはコンビニは日本語ではコンビニになったけど convenience 英語では convenience store ってこと、convenience store 日本ジャパニーズ言語はコンビニ、わかったか、convenience store 何のことコンビニストー of adults of adults. だ2番目のだはきれい adults だ or the later requirement of adult life but if they are lived only for their own sake later life will become miserably poor and bitter regret will be in store a balance between what is due to the present あんまり言わない、普通日本語 present 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 あ、present じゃん、present present あんまり、and what is due to the future what is due to the future is seldom easy and always of main importance この of main importance を覚えてて、あのね of プラス名詞はイコール形容詞だから、いい知ってるな、 of プラス名詞イコール形容詞 OK、 じゃあ、あのあなたあの一行ずつ読んで訳してみて、 Each stage of life is a preparation preparation for the next as well as a complete life in itself。 僕はこの意見に賛成ではありませんけども、はい、訳してみてください。人生のそれぞれのステージ、段階、時期は時期は、段階は時期は It's self ってなんだ、それ自体の中に、それ自身のってこと、まあ人生の中のおけるそれ自体の、それ自体における完全な人生をよく、うん、いやいや、as well as のみならず、not only but also のああ、そっかあの、あれと同じように使う、not only but also とそれ自体の完全な人生だけでなくのみならず、また、うん、また次のための
その次の人生の、その次の人生の準備だ、である。どういうことだ。何を言おうとしてるこの人は。だから今の時期は、うん、今の時期には完全にすることじゃなくて、いやいや、それも入ってるってことよ。だけど、うん、次の時期を良くするための準備でもあると。次の時期のための準備、そういうことね、うん、まあ、だけど実際にはあの僕はどうして賛成じゃないかというと、あの準備ってことはあんまり考えなくてもいいんだよ、うん、その今やるべきことをさ一生懸命やっていけばさ、必ず明日になれば明日、ね、朝が来て次の日になるように結果は必ず来るからさ、準備ってこともそれ大事だけどさ、てのなんで準備が悪いかというとさ、よくある例がさ、小学生がさよく中学入試のために犠牲にするでしょ。で中学生は今度高校入試のために犠牲にするでしょ。で高校生は今度大学入試のために犠牲にするでしょ。大学生は今度就職のために犠牲にするでしょ。で今度就職したら今度は出世のために犠牲にするでしょ。それでどんどん出世して、まあ、どっかの大会社の部長になった、まあ、社長になるやつもいるかもしれないけども、でやっと人生が楽になったと思ったら何が待ってると思う？老後俺はね、かわいそうだと思う、それ。そういうふうにこの、だから日本人ってのはね、悲しいけどね、そういうね、人生観がね、戦後身についちゃったの、うん、常に今を未来のために犠牲にするという、そういう人生、お前たちもそうやってたらそういう考え方身についてるんですよ。中学校の時思い出したから、なんとなく高校のために頑張ってきたって感じしないか。何をしない、あんたしないか、あんた人生楽しいんだなあなたどうだ。いや今度高校入るとさ、今度は大学って言い出してさ、ほんと人生いつになったってさ、あの休むことだから、昔は英語ではさ、こういうふうに休息を求めて疲れるっていう有名なことわざ、休息を求めて疲れるというのだよ。いつか楽になろう、いつか楽になろう、楽になろう、楽になろうと思って頑張ってるうちにね、やっと楽になったと。しかし人生も同時に終わってましたというのを、休息を求めて疲れるという意味で愚かな人生の代名詞になってる。だからそうじゃなくて、それ準備も大事だけども、そんなことよりも今をね、懸命に大事に、今をとにかく懸命に生きていくんだよ。で明日になってね、まあ、結果が悪くてもさ、それはそれで納得できるじゃない。だから僕はちょっとね、この人の意見にはちょっと不賛成でありますけども、まあそういうふうにそこまであの意味をね、噛み砕いて納得した上で次の行行くとまた違いますよ。今度もうあなたずっと訳してみてごらん。 Child food and youth are too precious to be sacrificed, sacrificed to the present convenience of adults. Adult. ここで一回切っていくよ、長すぎるから。はい、はい、チャイルドフット、この子供時代、子供時代と青年時代、青年時代は、うん、大人の都合に、都合とまだ書いてないけど、まあ、まあそうだな、コンビニの都合だな、まあ、あのプレゼントコンビニエンスだね、現在の大人の現在の都合に、うん、をに犠牲に対して、に対して犠牲にされ、うん、犠牲にするには、犠牲にするだけでなく、いやいや too precious だから、するにはするにはあまりにも、あまりにも、うん、貴重であるってことはどういうことなのよ。だから大人のために、うん、その大人の都合のために合わせて何かすることは、その青年時代犠牲にすることは、あの子供時代とか青年時代にはもうもったいないと、うん、もったいない、もったいないってことなんですよ。そのもったいないということを言いたかったわけだ、うん、要するに実際そうなのよ。いろんな時代があるけどね、子供時代や青年時代というのはね、大人のその都合、現在の都合に合わせてねの犠牲になるということはあまりにもプレシャスだと、うん、そういうことはしてあげませんよってことを言ってるわけだ。それは僕は賛成の、あの賛成ということは、まあこの役をつなげるのは賛成なのに減ったこともないけどね。だけども、あの子供時代や少年時代というのは、あなた方の時代というのは、まあ、いろんな意味でその身の回りにさ、いっぱい大人を作り上げたものがあるじゃない。そういうものに対してその自分を犠牲にするということは、
だけど謙虚にはならない感じですよ。謙虚にはそういうのはなぜかというと我々自身もその過去のものを積み重ねてきて現代があるんだから、だからその知恵というのは凝縮されてるわけだからね。だからそういうものに対しての謙虚になることは大事だけども、例えば大人がこう言ったから今大人の世界はこうなってるからあんたたちもそうしなさいっていうような 形でのまあ押し付けというかね、逆に言うと若いエネルギーの破壊に対してはまあこの人が言うにはあまりにも too precious と、あまりにも貴重だからねそうしてはいけませんよということで言ってるわけ。文献内でね、バトンタッチとか、What are the later requirements of adult life? But if they are lived only for their own sake, later life will become. Later life will become.Miserably poor and bitter regret will be in store. なんだこれ。誰？後の必要、あ、大人の生活の必要。後のより、まあ、一応必要性って、まあ、後の必要性って訳しておけ。このバットは何じゃい？あ、この前にこのオアはね、ごめんさっき言ったあの convenience of adult was a later requirement of adult life。 そこまでがあの、あ、それがあの並行だったんだ、がサクリファイディシーズにかかってたってこと。そういうこと、そういうこと。あ、じゃあこれは抜かして、抜かして、しかし、ええ、もし、うん、彼らが、うん、彼らって誰ですか？青年時代と子供だな、子供と青年はだな、は、うん、オンセイクため、これオンセイクでため、 for my sake で私のために、例えば Please go for my sake 言ってみろ。 Please go for my sake、 私のために行って、ね、あら Please buy me for my sake。 あんたもやってごらん、ちょっとあのいいか、欧米ではね、ドラマという科目があるんですよ、なんと。シェイクスピアを暗記したりさ、そういう、英語には日本にないでしょ。あなたら演劇なんてあるか、自分で。ないでしょ。オーストラリアドラマっていうのは、しっかりとした単独の科目としてあるんですよ。うん、だから、いかに演技っぽいかってことよ。だから、あんた、演技力足りない。うん、足りない。そうだ。じゃあ、Please go for my sake! やってみろ。Please go.全心がこもってない。だから俳優になれない。お前やってみろ。Please go for my sake! Please go for my sake! だいぶあのドラマっぽくなってきてる。はい。Please go for my sake! だから日本ではね、いい映画が生まれない。日本のね、映画のね、まずいのはね、演技すぎてる。なぜかというとね、顔とね、言葉だけでね、表現するっていうのがね、歌舞伎の時代からの、ね、日本の伝統的な演技だったの。例えば、見てください、この青い空、私たちが守るべき日本の未来が輝いているのです。さあ皆さん、若い人たち、頑張って日本を立て直していきましょう。青年の主張不自然だろあれ。なんであんな不自然な主張するの？お前たち自分も青年だろうけども、聞いたことあるでしょ、うん、よくもまあ、ああいう不自然な言葉、不自然な言い方で、よく演技っぽい言い方して、それで、な、結構、優勝者のさ、僕が聞いてて、こうやって聞いてるんだけどさ、もっとさ、自然にね、うん、ナチュラルにさ、普通の話し方でね、っていうのは、訴えない。それは、あれがいいってことになってるのよ、日本では。私たちの明るい未来は、互いに思いやる、優しい心と、そして相手の立場になってものを考える、私はそういう人間になりたいのです。わあ青年の主張不自然だろ。あれがね、不自然だと思わないのね、やっぱりドラマという科目が日本にはないもんで、やっぱり、ね、自然な形でね、あのなんていうか、あの自然にやっていくってことがね、映画の基本なんだけど、だから日本の映画は面白くないね、あの
あの予告編見ただけで嫌になっちゃう。あのはい、まあケチつけて悪いですけどね。あなたネゴネゴ好き？まあ、今度見てごらん。僕が言ったように批判力のある目で見てごらんよ。そうするとね、もうバカ臭くて見とるんよ、本当に。よくもまあ、いや、下手くそな演技で、私は俳優でございますってやってると思って。まあ、よっぽど僕の俳優としたらうまいかもしれない。まあ、まだ、まだ、いかれるとよっぽど下手だってことなの。私の素人よりも下手だから。はい。で？彼らは、彼ら、それ自体の、彼ら、何？自身のために？自身のため、だけのせためだけにためだけに生かされてる。これね、面白い文章だね。これなぜかなぜかって受動態でね、能動態の意味を受動態で表してるの。だから生きてるって、あの英語に時々あるから気をつける、うんうん、生きていると。で、後の生活は、うん、惨めなほど。後の生活はどう？後の生活は惨めなほど、うん、バカポーラプア、あ、プアってなる。プアって貧しいってこと。貧しい、貧弱で、ビター、ビター・リグレット。ビター、苦いって意味だけど、もともとはいわゆる心を痛むね、リグレット、後悔が、でも後悔が待ち受けている、うん、っていうことはたまるだろうと、うん、要するにこの人の意見ではだよ、僕はまあ賛成か反対かとは別にして、この人の意見ではそれ自身のその時代だけのためにね、うん、生きてるという、そういう若い人や、その切な的な、もちろん切な的なこと言ってるんだろうけどね、切な的で狂楽的な生き方をしてると、その時代だけのために生きてると、後に残るのは惨めなほど貧弱な、そしてまあひどい後悔の念だけですよってことを言ってるわけ。まあそうともいいけど、その生き様の問題だけどな、その時代に生き、例えばさ、俺あんたのお姉さん、まあ褒めて素晴らしいなと思ったこと一回あるの。それはね、お年玉をね、あんたお年玉どうしたのって聞いたの。そしたら、お姉さんがね、こう言ったのよ。貯金してるって言ったの。おーって言ったの。で、貯金して何買うのって聞いたら、フルートって言って、うん、フルート買うって言うんだよ。ね、あ、そうって言って、フルートってその高いのからねって言ったら、いいのになったら何十万円もするからさ。それでだから買えないと。うん、で、僕はね、最近のね、子供たちの中でね、そういうそのお金のため方、そして未来のためにね、そのお金を貯金をしてフルート買ったかねさん。うん、買ったよ。おお。何もクラ買った。クラリネット。ちゃんとそういうお使い貯めて。半分は自分で半分はマム。だってクラの方がフルートより2倍ぐらい高いもん。あ、そう。まあいいんだけどさ、最近ない若い人、あんたラケットどうしてんの？自分でお小遣い貯めて。テニス全部買ってもらってんの？いかんじゃないか、それじゃんだ。お年玉どうしてんの？お年玉貯めてます。貯めてる？使ったことがない。使ったことない。だからまあそういう、ね、青年がね、今非常に少ないの。もうすぐね、ゲーム買ったりね、享楽的な目的のためにね、すぐ消費してしまう。それはいけないってこと、うん、常に未来というか、そのいわゆる前向きというかね、前向きに蓄積的に生きるってことだよな。いわゆる基盤を、現在という時代を未来のために犠牲にすれば僕は反対だよ。だけども蓄積的にこのなんていうか、生きていくということは大事だから、そのゲームなんかいくらやったってさ、何も残らないじゃない、そんな指の運動になるだけで。しかしね、現在俺は今度はね、インターハイに出ろよ、まあ、インターハイに そこまでやってるんだったら、まあ、6位になってるのも出られるんだからさ、当然インターハイ、その次はウィンブルドン、いいな、目指せ。え、すごいね、1年生なのに。そうだよ、ウィンブルドン目指してんだぞ。待って、それは当然だぞ、お前やるべきことは。だから出れない。出れない？1年生なのに。なんで出られない？3年生もまだいる。1年生だろ、まだ。だあとまだ2年あるよ、まだ2年。え、1年生の中で一番うまいの？だったら、うちに帰ったら一郎さんのように4時間練習、朝は3時に起きて3時間練習でも、まあ、やるしかないじゃん。あのね、最近の脳科学はすごいんで、例えばあなた僕の顔見るでしょ、うん、それでの 顔を見てで、この後頭部にさ、この視覚やってたらって映像を映すわけだ、うん、でそれをまた信号を繰り返してフィードバックしてこう映し返して、うん、それでここで側頭葉で判断して、頭頂葉でそれが何であるかってことを見分けるわけだから、一郎たちはね、そういうことやらない。こうしてバットを持ってるでしょ、あ、こっちが、うん、それでボールが飛んでくるでしょ、
それ飛んでくる瞬間にね、そのどこでの脳で見てるかというとね、後頭部で後頭の視覚野で捉えて、そしてそれを像として判断して、そして運動をね、神経に打てという命令をこう出してたら絶対に打てないの、あの球は、うん、あの特にあのアメリカの大リーガーの球っていうのは0コンマ何秒かで飛んでくるから、うん、人間がそれを目で見て判断して運動神経に打てと言っても間に合わない。そこでね、最近分かってきたのはね、完全盲目の人がいる、全く目の見えない人がいる、うん、でその人にね光を当てるんだよ。そうするとね、見えた感じがするっていうことが分かってきた。ということはこの目の神経はこのずっとここ伝わってこの後頭部の視覚へ行くんじゃなくて、うん、直接目で受けた信号が脳へ行く。だから盲目の人でも物としては見えないんだけど、パチパチなっていうのは分かる、何か見える感じがするという感じまでは分かるんだって。それは例えばね、こういうことをね、横浜にいる学者の先生がねメールをくれたんだけどね、その人が説明してくれたんだけどね、僕のブログに取り上げておいたけどね、例えば完全盲目の人いるじゃない、でその人をね部屋へ連れてくるんだって。例えばこういう部屋があるのね、音響遮断ルームって言って、全く音のない部屋ってなるんじゃない、そこを入れるんだって。そうするとね、目が見えないんだよ、全く音もない、聞こえる、まあ、音は聞こえるけど目の見えない人だよ。そうするとね、その空間の広さが分かるんだって。まあ音で分かるか何で分かるか分かる、まあ音では分かる、目の見えない人は音で分かるけどな、あっって言うと音が返ってくる、ここが狭い部屋だなと、早説明してくると、あっってすぐ音が返ってくるから、コウモリみたいに狭い部屋だなと分かるけどもね、しかし音のない部屋をわざわざ連れてってもね、あの空間が分かるって言うか、そのなんていうかしら分かるって言うんだよ。そこで日露はなぜね、あれだけね、ボールがね、あんな速いボールに打てるかというとね、彼はね目で見てるんで、まあ目では見てるんだけど、それを後頭部の視覚野で見てるんじゃないみたいな、もう目の入ってきた信号を直に脳で捉えてる。だから一郎がね、ある時言ったらね、調子のいい時はボールが止まって見えるって。止まるんだよ。ここで、だから、あんたもそうだと思うけど、テニスボールもね、すごく調子いい時はさ、スーッと飛んでくるんだけど、この、我々がこのものを見るように見して見るんじゃなくて、直接この頭頂葉で、頭のね、上で、このものを見えるような感じがするわけよ。ほんでその瞬間にもう運動神経の方に命令するわけ、打てって体を振り上げて、だから目で見てたらね絶対に止められる、前やったでしょ、手出しとかなったそうして、で目で見てたらね、これね絶対に止められないのよ、早いね、でそれを心の目で見ろそう、この人はテニスやってるから反射神経半端ない、すごいすごい、あんたできないよこれ、絶対やる、絶対やる、やってみなさい、ねえ嫌だ、ね、嫌だって、それぐらいもっとできないよ、この人は別の目で見てるんだって、ボールなんかいいかお前やっぱり液体であるよそれ、この人なんかはねもう直に目でね捉えて、だからあんたはねまだ頭の後ろで捉えてるもんだから、おっうちはもうちょっといくよ、普通のこの辺10センチぐらいだから、じゃあもうちょっとこう斜めて言うと、このねなんかパチンコのあれみたいだからさ、チューリップみたいだからわかった、すごいね、またすごいよ、まあさすがインターハイに出る、それから将来ウィンブルドン、だからウィンブルドンなんか出る人はもうあれだぞ、ここで見てない、だからテニスやってる人なんか、ピンポンやってる人なんか、あんなボールなんか見てない、もうパーンと打った瞬間音で聞いちゃったな、あれ音で聞いて、あとはもう体の方が動いていっちゃう、パン出なきゃ、あんなのねボールが来たねこっち来たね、じゃあこっちからこう来て、あれこっち打ち返すの、そんなことやってたら、ね、絶対に打ち返すのパパパパパパパって来るんだから、まあ要するにそういうことだね、その次、A balance between what is due to the present and what is due to the future is seldom easy and always of main importance、 この産業だけは非常に重要で難しいので紙に書いて訳していただきます。いい？いや。で、検索しましょう。